どうも、こんばんちは、キヒトです。リコール、エンティウィッシー、続きやっていきたいと思います。コールを続ける。あ、そうだね、この、家に来たんだよね。どういう状況なんだろうな。今月の電気、水道代がまた上がったようね。めっちゃ貧乏ゆすりしてるおっさんいるしさ、なんか光ってるけど。おじさんの足元に私たちの家の鍵かしら。確かこのおじさんとても感じが悪いのよね。それにいつも階段でタバコを吸ってる。迷惑なやっちゃな。なんとかして鍵を取り戻さないと。世間話をさせる。いや、これは多分普通に言ってもダメだろう。外で吸えと言いやがって。ライターすら持ってこられなかった。おじさん、どうしてここに座っているの？何かあったんですか？ああ、なんでもないよ。そうですか。ここはとても心地悪いですよね。虫。娘がね、いつも私が家でタバコを吸うのを嫌がるんだ。外で吸ってきてとかなんとか言って、追い出されてしまって、ライターを持ってくることもできなかったんだ。一体どうやって吸えって言うんだ？ああ、ライター渡すね。おじさん、ライターなら私が持ってるわ。オイルが少ししかないけど、もしよかったら使ってください。おお、ありがとう。本当によくできた子だね。この階段全体がタバコの匂いで臭い。おじさんの機嫌がいいうちに鍵を返してもらおう。おじさん、足元にあるのって？これか。さっきここを通った女の人が鍵の束を落としたんだ。彼女を呼び止めたんだけど、無視されてしまって。その鍵は多分ママのだと思う。そうか、じゃあ持って行って。早くママに渡してあげて。おじさん、まあ、かわいそうなんだな。どうしてこういうことすると、鍵がおじさんにもらえるの知ってるの？昔発生してしまったの件ですから、この辺ちょっとめちゃくちゃだな。この辺もちょっと崩壊してるぞ、翻訳が。彼女はどうして家に入らずにドアの前で立ち尽くしてるのかしら。意味がわからないわね。彼女。この人、おばさんの鍵を見つけたよ。うん。まだ私のこと怒っているのかな？無視ですか。と、左側行ってみようか。まあ、タバコはね、そりゃ嫌われるよ。俺もタバコ嫌いだからな。7年前の請求書でしょ。どうしてまだここに貼られているのかな？私にもよくわからない。彼女の旦那さんって有名なインテリアデザイナーなんですって。あんなに若くして行ってしまうなんて本当に残念ね。娘なんか特に嫌われない。娘が生まれたらさ、タバコ捨ててもさ、やめた方がいいよ。将来のために。子供のためにも自分にも良くないからな、タバコは。さっきの人たち、なんだか変じゃなかった？なんて言うのかな？ずっと繰り返されている映像みたいな。でも、時々彼らと話をすることもできる。うん。あなたのママはここにどのくらいいたのかしら？鍵がなくて入れなかったの？一時期ご近所さんから聞いたことがあるわ。仕事が終わって帰宅しているのに、家の外にいて中に入らないって。悪臭が染みついてしまったとか。だから家に入れなかったのかしら。悪臭が染みつく。私にもわからないの。ママのことは気にしないで。とりあえずあなたの家に行ってから考えましょう。イエス。もしかしたら、ママは本当に家に帰りたくなかったのかも。細々と誰かが話している声が聞こえてくる。ベランダにいるよ。ズウェイなの？もしもし？もしもし？ズウェイが失踪してからもう3ヶ月も経つのよね。ズウェイはきっとこの近くにいる。私たちの受話器はペアです。きっと青い受話器で話をしているはず。あなた本当にズウェイの声を聞いたの？聞いたんだ。きっとズウェイよ。ベランダにいるって。ズチン？何あれ？ズチンって。それ何の効果音それ？あれを見て。お、ピアノを弾いている。
あれは彼よね。一緒に行ってみましょう、ズウェイ。どうしてこんなに散らかっているの？あなたのママって潔癖症だったよね。ここ最近すごく辛い日々を送って過ごしているの。さっきもママはパパの物を持って物置に入っていったよ。これで21回目だ。お姉ちゃん、ママはまた一緒にピアノを弾いてくれるかな？これもただの彼の映像。彼は悲しそうに見える。私の印象だと彼はいつも明るかったはずなのに。昔の映像を見せられていると。2件の音声メッセージがある。4位、私が送ったお金は届いた？ママはあなたが大変だってことを知っているの。もし疲れているなら、ズウェイを連れて実家に戻ってきなさい。ファン、こんにちは。前回ご申請いただきました補助金の審査が通りました。来月にはご指定の口座に振り込ませていただきます。ご確認いただけますようお願いいたします。ありがとうございます。補助金の申請をしてる。わあ、ちょっと荒れてるよ、これ。ママ、あそこに座ってどれぐらいになる？朝の5時9分から今まで座っているよ。なんでそんな細かく見てるの？ もう10時間になる。10時間！遮られてて通れない。ママ、やばいよ。通帳にあるお金じゃもう足りない。子供たちのことどうしよう。なんだこれ。気持ち悪い。この中にはナイフがいくつかある。通れないわ。私の部屋の窓からベランダに飛び越えられるわ。試してみましょう。お母さん。つらくなってくるね。この付箋、ズベイの悪夢を記録しているみたい。それにしても細かく書いてあるね。ズベイはどうして悪夢の内容を覚えていたのかしら。意図的に覚えていたわけではなくて、前に聞いたことがある。過去にあったことを忘れることができないって。何を書いているのかお姉ちゃんに教えてくれる？これは、私が初めて書くママなの。ママが嬉しそうにしている様子を書きたくて。ママなんだね、書いて。髪切った弟とそっくりだよな。ズチンね。私は子供の頃にママにあげた初めてのプレゼント。すごく気に入ってくれて、部屋のドアに飾ってくれた。そうなんだね。待って。中に誰かいるみたい。お母さんだよね。マネキン。私には何も見えないけど、ということは、怨念が作り出した映像。私だけに見えるのね。パパのスーツだ。パパのものが重ねて置かれている。変な写真がある。拾ってみよう。ぐちゃぐちゃにされた写真。ああ、子供を身ごもっている。あなたのパパと、女の人の写真みたい。怖い。女の人の顔がぐちゃぐちゃにされてる。パパ浮気？誰なのかわからない。ズシン、リン、何度言ったらわかるの？物置には入らないで。どうしていうことが聞けないの？リビングに降りてきなさい。今すぐ。めっちゃ怒られている。パパの写真がない。あなたのママが取り出したんじゃない？どうしてそんなことしたのかしら。多分見たくなかったんだろうな。ママはいつも昔の嫌なことを思い出すものは片付けてしまう。それから物置にしまって、私たちに入るのを禁じた。父さん、他の女と子供を作ったのか？ママは部屋にいるの？浮気してね。リビングに行くしかないのか？いや、じゃあ、自分の部屋うんぬんすだよな。ベランダから行けるみたいな。ズウェイ、どうしてこの塔に隠れて泣いているの？さっきまで夢を見たんだ。ママがまたお酒を飲んでる。お酒を飲んで、それから、そうすると、
赤い顔の化け物に。それから目が覚めてとても怖かった。ずっと思い出してしまうんだ。あの赤い顔の化け物を思い出して。だからあの顔を忘れられない。忘れられない。今回で僕があの化け物の夢を見てもう258回目になる。そんなに夢見てるの？悪夢？自分の部屋って1階なのか。ずっと座っている。で、ずーっとここ。部屋の窓からって言われてもね。お酒でいっぱいだった。お、ここにいる。手に持っているのは何？あなた、まだパパの、前の写真を取り出して見ているの？持ってきなさい。う。物置に入らないでって言ったわよね。どうしてわからないの？部屋に戻って反省しなさい。わかったわね。すいません。ママも困らせない方が良さそうだ。ママ荒れちゃってるな。お、いなくなってるね。ここが自分の部屋。どうして私が挙げた、心臓は地面に落とされるの？これは運を間抜ける、自律のものなんだよ。いつもそばに持っていなければダメだ。無駄だ。実はママに募集されたこういうのをすべて。私はまだ、レイシェンにこんなことを教えないの。今日は母の日。ママは私が描いた絵が大好きなんだ。今年もカードを作ってママにあげよう。でも、カラーペンのインクがなくなりそうだ。ズウェイ、部屋に余分なカラーペンある？あるよ。部屋に入って持って行っていいよ。うん。お姉ちゃんはママにカードを作ってあげるの？じゃあ僕も。ベランダに行く。部屋にいる。なんかあれ？ペン持ってこいって。どういう感じ？ペンあったっけ？お、ペンを借りる。ズウェイ、カラーペンを借りていい？いいよ。カラーペン手に入れた。ありがとうな。お姉ちゃん、一個秘密を教えてあげるよ。先週クラスに転校生が来たんだ。僕は彼と友達になったんだよ。彼は僕がもっと良くなる秘密を教えてくれたんだ。そうなの？彼はなんて？見て。付箋。なんて書いてあるんだこれ。字が読めない。電話番号みたいなの書いてあったな。とりあえず、カラーペン渡そうか。カードを作って母の日のプレゼントとしてママにあげよう。でもカラーペンのインクはなくなりそうだ。うん。ラムに送る言葉は書こう。パパはいないけれど。消そう消そう。あ、ダメだ。ママに怒られる。ママ、私はもっとママのことを大切にするからね。母の日おめでとう。ハッピーマザーデイ。できた。ママの部屋に行って脅かしてくる。ルチンの子供の頃って本当に可愛い。ふふ。ママの部屋に行っていいのかな、これ。みんなもちゃんと母の日なんかしてあげてます？僕は毎日やってま、毎年か、毎年やってますよ。プレゼントあげたり、飯をおごったりと。入って。どうしたの？ああ、今日は母の日ね。最近忙しくて忘れてたわ。これ、私にくれるの？あなたが書いたの？ああ。うん、ママとっても嬉しい。ママとっても感動したわ。ありがとう。絵をプレゼントしてくれたのは初めてね。うん、わかったわ。ママも、あなたのために頑張って良くなるから。自分の息子にこんな才能があると思っていなかったわ。ママはあなたのことをとても誇りに思う。そうよね。あなたは永遠に、ママの自慢の子。ママ、それでいいですか。
ズベイの絵を外しますか？外せるんだ。私の家族。おー。絵がうまいな。ベランダで待ってる。ベランダで待ってるって。本で見たことがある。いなくなっている。鳴き声も聞こえなくなっている。ベランダに行くしかないってことか。おー。行けなくなってるね。みんないなくなってる。人形だけしかない。持っていけない。ベランダに行く。ズチン、ズウェイの絵をあなたの脳に渡しに行きましょう。まあもう元気になるかもよ。待って、私にはまだやることがある。先にズウェイと二人で話し合いをしてくる。でもあれって本当の彼じゃないでしょ。映像に向かって話しても本当のズウェイは聞こえないんじゃない？でもこの方法でしか彼を思い出せない。ねえ、行かないでよ。嫌な予感がする。そうするしかないんでしょ。一番大切な思い出を埋めることでしか願いは叶わないのよ。母の日のカード。一番大切な思い出を埋めることでしか願いは叶わないのよ。選択肢が出されるけど、私の家族、母の日のカード、母の日のカード。どうなんだろう。どっちを選んだかによって変わるのかな。私の家族、これにしてみる？どうだろうな。待って。大切な思い出ね。しかない、やっぱり。じゃあ、私のこと嫌いじゃないの？絵を描くのだってあなたのことうまくない。成績もあなたのようによくないし、私はいつもママを困らせてばかり。こんなあれだからあなたに恥ずかしい思いさせているのよと。そんなことないよ。少なくとも僕のことを見つけてくれたじゃないか。お姉ちゃんがいてくれて、僕は嬉しいよ。じゃあ、あなたの願いに、うつついて話してくれる？僕は、過去に戻りたい。昔一緒に遊んでいたあの頃に戻りたい。お姉ちゃん一緒に行こう。一緒に行こう。これは俺が戻ってこれなくなるんじゃないのか。隠れた願い。多分あれは母の日のカードか、どっちかによって変わるのかな。どれを選んだかによって。どうなんだろうね。まあ、デモ版だからね、これね。結末が変わることがあるのかな。でも、あの選択だと、自分自身の魂も過去に戻っちゃってみたいな感じじゃないか、多分ね。多分戻ってこれないんじゃないかな、現実に。っていう感じっぽかったけどね。お母さんの方に話し合うけどまた変わるのかな？わかんないけどね。
リコール。エンプティウィッシーズ。お、まだなんかある。ルチン、ズウェイはもうすでにいない。どうして彼と行くことを選んだの？お試しプレイ版。続く。そうだね。あれはもう一緒に行っちゃうって感じだもんね。これ、続きからやったらどこ？あ、ここからか。変わるか、これ。一緒に行かないパターンあるかな？うん、ママの方に行ったら？ああ、ママの方にも渡せる。家族の写真を渡す。ママの方にじゃあ渡してみようか。ママ、ズエはもう帰ってこないよ。もう毎日ズエのために洗濯しなくていいんだよ。こっちだと多分あれか？一緒に行かないパターンかな？先に進もうよ。過去を振り返らずに。うん。お、先に進めるね。ブ、頭巾には後ろにあるあの音での映像が見えないのね。気をつけた方が良さそうね。私がどっちも守らなきゃ。先頭歩いた方がいいのでは？ヤモメカズラよ。本で見たことがある。離れます。お。絵の世界から離れることができた。受話器が私たちをこの世界に導いているようだ。ズエはここにいるの？これ見たよね。これ、かけてみればいいのかな。8150-5102。うん。8150。5102だっけ？ 51？ だっけ？お。ズエ！はい、声かけなきゃ。あの絵の中に入ってったね。入る入る。待ってくれ。失踪の記憶について、誕生日の記憶について、枯れた記憶について、失われた記憶について、悪夢の記憶について、勉強の記憶について。まあ、多分母の日とかのやつはどっち選んでも同じな気もするよね。ズウェイに話しかけた時点で。ズウェイ早く帰ってきて。イーミハン、本当に面白い。君たちの嘘をついている表情。偽りの願い。
終わったまた次なる世界。まあまだプロローグというかデモ版だからね、いろいろ真相はわからないけど、とりあえずこれで終わった感じかな。うん、多分あの母の日のやつとはあれは多分どっち選んでもさっきも言ったけど同じな気がするよね。うん、どっちでも渡せるっていう感じでだと思うけどね。最後になんだ、なんかあるかなこれ。ちょっとじゃあ見てみようか、エンドクレジット。うん、まあでも若干日本語が怪しいところは多々あったけど、まあ結構それなりにちゃんとはしていたか、あれかな。うん、まあまだね、さっきも言ったけどネオ版なんでね、製品版だったらちゃんとしてるかもしれないし、うん、日本語としてね、その辺もいろいろ期待したいです。普通にゲームとしては面白かったもんな。続き気になるし。あ、終わりだね、普通に。続く。これ続くだったらどこだっけ、抜けた先になっちゃうかな。あ、こっからか。一応母の日も選んでみる。多分同じような気がするけどな、多分。こっからできるんだったら。おそらく同じな気がするんだよな。どうだろう。じゃこれしてみようか。母の日のカード。まあもう私は頑張っていたことに気づいてくれるといいな。違う、変わんのかなこれ。また。ママに元気になってもらいたい。お。結局？ん？母の日のカードを渡したことで？別に変わんないか。ズウェイの方に行くわけではない。お前元気になってもらいたいっていうだけか。うん、まあおそらく同じだよね。デモ版だから多分、そうだね、多分同じだね。多分ここから変わることはないんじゃないかな。うん、いい意味。8150-5102ね。ちょっと試してみるけどね。で、今度はイーミンの世界みたいな感じだね。まあ、同じかな、多分。行ってみよう。変わらずだと思うけどね。で、あいつがいると電話してると。本当に面白いと、君たちの嘘をついている表情。
って言って終わりだよね。同じだね。はい、ということでね、リゴール、エンプティーウィッシーズ、最後までご視聴ありがとうございました。いやー、ぜひともね、製品版出たらね、またね、やってみたいなとは、思っているんですけどね。はい。というわけで皆さんね、チャンネル登録、高評価してくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。